オボです。オーバランチャンネルへようこそ。あいにくのめちゃくちゃ雨なんですけれども、今は、ガーミンがないんですね。今日はアメリカはサンクスギビングの祝日で、もうみんなお休み。クリスマスと並ぶ大きい祝日。で、このサンクスギビングはだいたい家族の元に帰って、家族で、まあ、ゆっくりとお家でターキーを食べながら、サンクスギビングを祝うという日なんですけれども、このサンクスギビングの早朝にですね、ターキートロットというイベントが各地で全国でね開催されて、ハワイでもあって、でハワイのターキートロットはですね、10キロの、まあ、レースっていうか、まあ、ファンランですね。このレースの特徴はですね、10キロを自分のガーミンなしで走ります。で、走る前に自分の予想タイムをね、何分、まあ、何時間、何分、何秒まで細かく設定して申告をして、で、それで実際に10キロを自分の勘で走って、で、その実際のタイム、フィニッシュした時にどれぐらい予想と近いのかっていうね、そういうことを競うレースで、過去に4回ぐらい出ていますけれども、まあ、年によっちゃ3分、4分、5分違ったりとかっていう年もありましたけれども、一回3秒差っていうね、そういうレースの日もありまして、今回ね、普通はね、パンデミック前は10マイル、16キロだったんですけれども、今回はパンデミック後初、去年はなかったので、パンデミック後初で10キロに縮小されて行われます。道路規制とかも特にないので、歩道をね、走って、で、ガーミンなしで、もう勘ですよね。もう日頃自分が走っているその体内時計でしっかりとペースを刻めようと。まあこれタイミング的にもホノルルマラソンのもう2週間半前ですので、もう2週間半前でもう自分で時計見なくても、まあ抑えて自分のペースでオーバーペースになったり遅すぎるペースにならないように自分でコントロールして走るようになってなきゃダメだよっていうね、そういうまあ主催者の意向もあります。で、まあそういう意図もありながら、まあターキー食べる前にカロリー燃やしとこうよと、そういうまあ楽しいイベントです。まあ言っても10キロのレースっぽい雰囲気ですので、なんだったらまあトレーニングの一環で10キロをまあ、ビルドアップぐらいな感じで、キロ4分30秒、まあ、レースペース、私のマラソンのレースペースぐらいからスタートして、で、まあ、後半は、キロ4分、まあ、10秒以下、まあ、4分10から4分の間までガーッと上げてって、だいたい平均ペースで、まあ、キロ4分20ぐらいになるだろうと。で、キロ4分20、10キロ走るとだいたい、43分20秒でさっき計算したんですけれども、で実はね、昨日の夜めちゃめちゃ美味しい夕食をもうたらふく食べてしまって、今日の朝はですね、走ってる最中にトイレに行きたくなる可能性がまあ大なんですね。なのでその43分20秒に、まあ、3分ぐらい上乗せして46分20秒、まあ、46分25秒とかね、適当にその辺をね、パパッと申告して、でも、あとはもう、勘ですよね。もうね、あと15分ぐらいで、7時ね、回ってしまいますので、まあ、緩い感じでスタートします。7時って言ってもね、7時にはスタートしない感じで、毎年来ていますので、まあ、久しぶりですので、楽しみです。どうなるか。いきます。めちゃめちゃ雨っす。まあでもフィニッシュラインはこっからフィニッシュして、もうフィニッシュのところでは時計も見えません。時計も見ない中で、まあ勘で通り抜けて予想タイムと比べてどうかということですね。まあ楽しみだけども、めちゃめちゃ雨だな。メタスピードスカイでプラスでまた行きますけれども、いや今ねチェックインした時に分かったんですけど、
今年からなんかシステムが変わってタイムを予想しないただのファンランだっていうことが分かったので、もう自分でガン見つけて走りますけれども、まあ、自分で予想をしたいと思います。46分18秒、46分18秒で走ります。ガーミン見ずに走ってフィニッシュラインで止めてどうかと、まあ、自分で楽しみたいと思います。なんかねちょっと残念だな、システムが変わったって。危ない危ない。じゃあ僕ちょっと行っちゃいますよ。はい、頑張ってください。っていうかね、僕自分でちょっと時間を、はい、はい、で見ないで走ります。時間見ないで。後でね。はい。ダメよ、4分10秒ペースぐらいかな。まあ、でも最初だいぶ混んだから、まあ、このままいきます。まあ、ペースも落ち着いてきたから一回レースペースのキロ4分30秒に戻します。もうね後ろも前もいません。まあ、多分順位的には一番前の人がバーッと行ったので2位だとは思うんですけど、もう時間もなければ順位もないんで、もうねただのただのトレーニングだけども、時間なんて言いましたっけ、46分16秒、46分16秒それに合わせてフィニッシュします。ダイヤモンヘッドの残り試合、まあ、多分今キロ4分35ぐらいまで落ちてるんですけど、まあそれでも、まあ、いい感じ。しかしねコースが分からん。でもガーミンはピーピーなるけど、そのピーが何キロ地点なのか見れないし、もうねぐちゃぐちゃっす。まあ大体10キロのコースは分かりますので、そこ走ってでは、フィニッシュラインで適当に46分12秒過ぎたらピッとね感覚的に押してどうかと、まあ一人で楽しみます。もうね多分後ろにも前にも誰もいないし、コースの表示もないし、道路規制もないから、もうただ一人で走ってるだけ。俺はまあこんなはずじゃなかったけどしょうがないね。給水地点がある。給水がある。なるほど。ありがたいね。So how does the course go? We don't know. What's that?
20 seconds. Okay, thank you.22nd Avenue まで行って帰ってくると。一応ウォーターステーションがありましたね。ありがたい。さあここが22セカンドですが、これはなんて書いてあるんだ。 Right 右へ。あっちゃん、はい、よかった。雨風で倒れてた。Hey, do we turn around after? No, no. Okay. Stop. Thanks. Yeah. コースはちゃんと走れそうだね。次のコーンで、おそらく U ターンだと。コーンちょっと上げるから、一気に切れちゃったけど。やっぱりアップダウンがね、激しい10キロの、普通の、きついコースですね。あった。Turn around. よし。よかった。OK. Thank you. And then back. You're a second. All right. ペース上がってると思うよ。まあ、ここちょっと落ちるけどね。ダイヤモンドヘッド。レインボー付きのダイヤモンドヘッド。さあ下り、距離はねガーミンがピーピー言ってくれるけど、何キロ地点なのかも分かんないけど、まあ多分折り返し地点の手前ぐらいでピーってなったから、まあおおむね合ってるんでしょう。もうあと1キロ弱で終わりました。いい感じで走れてて、ちょっと作戦を変更します。自分のルールを変更します。もうね多分ね46分かからないですよ絶対。なんでトイレも行く必要なかったので、もうこのままフィニッシュしちゃおうと思います。このペースアップダウンも含めて、これをね考えるとキロ4分10秒ぐらいで走ってんじゃないかな平均で。ですので、まあ、ざっくり計算して、41分5秒、41分5秒を予想します。私2位なので、なんか、プライズがあるかもしれない。フィニッシュライン手前で、5分ぐらい待ってたら、多分後ろに抜かされるから、そんなに差はついてないと思うし。なので、このままフィニッシュします。今ちょうどね多分ガーミンで10キロ9キロっていう可能性もねあるけど、ハワイのレースも短いから。でもこれで10キロだとするとあと200メートルぐらいあるから、ちょうどね41分5秒いけんじゃないかな。Thank you. Happy Thanksgiving. You too. Thank you. Oh, thank you. Okay. さて、終わりまして、なんかちょっとゴールで軽くタメが作りたかったので、作って、まあ41分5秒かなと。ガーミン見てみます。ダラララララ。でん。43分11秒43分11秒これ一番かっこ悪いじゃん。早いと思って予想タイムを情報修正して
41分5秒ですなんつってちょっと最後溜めちゃったりして、で43分11秒まあ当初の46分12秒よりはね早かったですけど、でキロ4分20、10キロ走るとだいたい43分20秒でさっき計算したんですけれども、43分11秒、43分20秒、ちょっとだいぶかっこ悪いなこれはまあなんてことをね一人でやりました今日は。なんかねこういうメダルはいただきまして、でまあ自分の予想タイムも大幅に2分以上外れ、まあ多分最初のスタートとアップダウンでねそんなに上がらなかったんでしょうね。まあ詳しくガーミンでラップ見てみますけれども、めちゃくちゃかっこ悪いやん一人で。まあそんな感じのアメリカのサンクスギビングの早朝でした。プライズもないそうです。まあ楽しいファンランのイベント、ターキートロットでした。それじゃあ。